まあ大きな苦難に向けてのまあ備蓄なんですけどもまあ基本的にですねあの本格的にやるのはまあ2020年のまあどうでしょうかね2月ぐらいですかねそれぐらいから本格的にやってもまあいいんじゃないかなっていうのが自分の考えです。ただ水だ水けはですねまあちょっと あの早めにそ、まあ、揃えておいてそうはないかなと思います、えーとまあ、それはなぜかっていうとです、ね、やっぱり重たいっていうのがありますしあの、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけども、まあ、水というのがまあ一番なくなるのがが番ななくる早かったってことですで自分の場合どうしてるかっていうと、まあ、1日1本か、まあ、もしくは2日に1本の割で、まあ、このようにですね、まあ、1本2リットルの水を買うようにしてます。 でやっぱりね毎日コツコツ買ってるとねあっという間にこう溜まっていくんですよねこれで今ちょうどえー、123456で28本ですかまあたい1日どうですかね3リットルの水が必要だって言われてますけどもまあ、単純に今2リットルとした場合ですよこれでまあ例えば28日分のまあ飲料水があるってうことなんでやっぱりね毎日のねあのー ココツコツやるのが大事かなと思いまあ言ったアリのようにですね一、まあ、日一本でもいいんでまあ具体的なことはまたあの自分なりにやっていくことはですねまた具体的に動画にしたいと思いますけども今自分が心がけていることはとりあえずまず水をですね一、まあ、日一本でも買ってですねまあコツコツと集めているというところです。まあ あの一番それでやっぱり重たいですしかといってこれがやっぱりあの水がですねまあ、日本の場合ですねまあ東日本大震災の時にあっという間に水がまあ、ペットボトルの水がなくなったっていうのは記憶に新しいことなんでまあとにかく早め早めにですねココツコツと買ってて集めてるってことですまた具体的にですねじゃあどれくらい集めたらいいのかとか、まあ、どうしたらいいかってことはまた。 まあ今年の末までにまあ五つのことの中の一つとしてまとめたいと思ってます。え、今日は以上です。ありがとうございました。